今日から始める7 days to die。 ホーリーさんとお送りする、はい、初心者向けの初心者講習講師ホーリーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アルファ15からなんかマップ生成がすごく複雑になって、ほう、マップの生成時間がすごい長くなったんですよ。現在のバージョンはアルファ 15.1、 今から始めるにはちょうどいい。はい、面白くなってます。グラボにすごく優しいゲームなんで、ぜひ低スペックでも可能。低スペック可能ですね。下げればグラボなしでも動くみたいですね。オンボードとかでもいけちゃう。はい、そんな7 days to die やっていこう。はい。おっと、生まれた。生まれた。そしたらまずはインバイトの方法から。インバイト。タブキーを押して。タブキーを押す。右上のプレイヤーズ。プレイヤーズ。いる。ホーリーさんがいる。で、アライズってとこプラスボタンを押してもらって。あった。はい。セント。そうすると。トラックのところに四角が出てきますよね。トラック、右側のトラック、トラック、トラック出てこない。僕のとこはもう見えてますよ。あれ、新さん見えてます。もう見られている。はい、これ一緒のところに生まれるわけではないんですね。ちょっとそうですね、離れたところに生まれます。大体ストーンワックスを作るわけですね。まずはファイバー2つと、それから木が、木材が2つ。これ木は殴るしかないんですよね。そうですね。何もないんで、殴るしかないです。小さいスモールストーンは拾う、E で拾うこと。了解。あ、ウッドは2個、2個手に入れた。ちなみにバイオームはどこですか？なんかサボテンですね。砂漠ですね。でも砂漠だとあれですよね、ファイバーが手に入れやすいんですよね。ファイバーも手に入れやすいんですが、この先のね、手に入れにくい素材もありますね。おっと、セブンデイズトゥーダイの舞台っていうのは、はい、核戦争後の世界ですか？そうですね、核戦争後にウイルスが蔓延した世界でゾンビが大量発生しているっていう設定だったと思いますね。公式はなんかそんな設定だったと思います。これ7日後にゾンビが来てしまうっていう、はい、設定はどういう設定なんですか？これはなんで7日なんですか？これなんで7日は多分そのゲームの名前によると思うんですけど、うん、7日に1回夜レッドムーンっていう赤い月が上がると、うん、あ、レッドムーンっていうのがポイント、はい、上がるんですよ。じゃああれですか、その月を壊すのが目的？いや、違うそんなことはない。その月によってゾンビが、まあ、センシングが一気に上がって、ゾンビがプレイヤーめがけて活性化しちゃうと、活性化してしまうと。これあれですか、一日中逃げ続けるっていうこともできない、その7日を。まあ、左の方にスタミナゲージっていうのあると思うんですけど、うん、スタミナとヘルスがあるんですよね。走るとスタミナが減っていくんですよ。なるほど。で、人間はね、走るとスタミナが切れて、途中で走れなくなるんですけど、うん、ゾンビはスタミナ切れがないので、一晩中走りますんで、恐ろしい。絶対に追いつかれます。走って逃げることはできません。そんな話をしているうちに、ストーンアクスが作れるようになりましたので、はい、作りたいと思います。はい、クラフト。はい。これでインベントリーに入りました。はい。で、それをベルトにセットする。そうすると手に持てるようになると。手に持って使える。これはマインクラフトと一緒ですよね。どちらかというとこれあれですよね。ラストに似てますよね。そうですね。ラストに似てます。特に資材が取れる感じ、右側に出るようになったんですけど、うんうん、ラストにかなり近い感じになりました。手
で次はファイバークロッシング、服を作ろうってことですね。今丸裸ってことですね。はい、はい、でここで活躍するのがやっぱこのサボテンですよね。ファイバーが取り放題。そうです、サボテンはファイバーが取れる上にユッカフルーツが取れて、食料にもなるし水にも飲み物にもなるっていう便利な、いいじゃないですか、いいとこ生まれたじゃないですかこれ。としたらそうそうそう、このチュートリアルをやるには暑いという欠点がある。あ、これ体温の概念もあるんですね。はい、あるんですよ。外気温によって体温が熱中症、はい、あとは木が生えてないという、あ確かに建築素材である木が少ない、木が落ちてるだけですね。そうそうなんですよ。でファイバーを35取ったので、はい、パンツ、はい、パンツを作りたいと思います。クロッシングパンツ、パンツを作る、まあ、ハット以外のプラントファイバーを全部作ってしまう。フードも作る、はい、シャツも作る、シューズも作る。ただそこ砂漠なんで、うん、そのまま着てると、うん、その各装備にあのプラスだったりマイナスだったりの、あアドバンテージあるんですね、温度の。なるほどね。でファイバー関係はほとんどプラスなんで、ああなんかあれですね、温度がどんどん上がってますね。上がってますね。今78度クラフトウッデンクラブ、はい、これ武器ですね。クラフトウッデンクラブです、武器です。これが最強のウッデンクラブですね。いやあのですね、最初に作るのは多分1という数字が書かれてるとありますね。はい、それ品質を表してるんですけど、ほうほう、武器を複数作っていくと、うん、だんだんこの品質が上がってきます。あ、熟練度みたいなことですか。そうです、ね、じゃあウッデンクラブも99レベル99のウッデンクラブは鬼強いと。はい、そうそう、あ最終的に500まで上がりますね。なるほど、じゃあ同じものをできるだけ作っていった方がいいってこと。あ、いや武器は武器のくくりなので何の武器でも構いません。なるほど、じゃあもうこのウッデンクラブを作り続ければ他の、はい、例えば弓矢を作った時も同じレベル上がります。同じレベルまで上がります。素晴らしい。ちなみにホーリーさんは500まで行ったことはあるんですか。ありますよ。おっと、やり込んでいる、やり込んでいる。ただあのもう一つ、うん、あのレベルが上がった時にあのスキルのポイントっていうのをいただけて、うんうん、そのポイントを振ることもできるんですよ。あ、それで成長をそこだけ早く伸ばせるみたいな。そうそうそうです。だからあの何て言うのかな、個人差というか個性が判断出てくる。なるほどね。またレベルをカウントしても全部のスキルを振ることはもちろんできないので、うんうん、人によってはツールが、ああそういうことね。トータルのポイントは上限は決まってて、はい、それを伸ばすのがスキルポイントと。そうそうですね。なるほどね。出てるじゃないですかね。おっと、ウッデンボが作れる。じゃあウッデンボを作ってみましょう。はい。あ、これアローを作り続けるだけでもスキル上がっていくってことですね、もしかして。アローもですね、ウェポンスキル、ウェポンスミシングのスキル、なるほど、アローでも上がります。クラフトアロー、ああ作った、はい。でクラフトしながらでも行動はできるんで、アローなんかはこう200本ぐらい例えば作りながらでも行動ができる。なるほどね。ウェポンスミッションを上げるには有効な方法ですね。クラフトウッドフレーム、これはビルディング。そうですね、ビルディングです。クラフトウッドフ、フレームっていうのがあるので、ウッドフレーム、それをクラフトしてください。どこだ、ベーシックの、ベーシック、あー、お、下の方、ウッドフレームってやつ。ウッドフレーム、ストーンフレームじゃなくて、ウッドフレーム、コボルストーンフレームじゃなくて、あったあった、ウッドフレームですね。それを3つ作って、3つ作って、はい、プレースウッドフレーム、手に持って、手に持って、
右クリックで設置です、ね、あなるほどね。これは平らのところに置いた方がいいのかな。ここでフットフレームを3個置く。はい。で置いたフレームっていうのは、うん、E で回収もできるんですけど、あなるほど取れる。はい。でその3つのフレームを石ハチェットを持った状態で右クリック長押しすると強化します。石斧の、はい、あ本当だ、あなんか四角い箱になったね。はい、まあ、その状態になるともう回収はできないんですけど、あもうこれ完全設置ですよってことですね。そうです、そうです。もう1段階強化もできると思いますけど、うん、まあ1段階強化を3つ全部やってもらえればタスクが。で次はベッド、ベッドを作る。はい、ベッドです。ベッドロール、ああできたね。クラフトロールもクラフトしてできたものを手に持って設置、うん、で設置するとそこがリスポーン地点になります。ああこれはもうあれですね、マインクラフトと同じってことですね。そうですね。で複数を置けますけど最後に置いたところがリスポーンポイントになる。なるほど。これをインベントリに入れる、手に持つ、設置する。これ向きって変えられないですか。向き左クリックで向きが変えられます、ね、あ本当だ、斜めもできるんだね。斜め置きもできます。なるほど。じゃあこの木の箱の上に設置、はい、設置した。はい。で寝れる。特に寝たりはしなくていいです。あ、設置するだけで OK です。あ、E で回収ができるってことですね。はい、E で回収した場合にはもう一回設置して OK、 リスポンス点を作るという感じです。で次にキャンプファイヤーですね。キャンプファイヤーを作る。はい。キャンプファイヤーは何か意味があるんですか。キャンプファイヤーは料理を作ることができます。生で食わないってことですね。そうですね。肉とかは生では食べられないし、まあコーンとかあるんですけど、トウモロコシとかあるんですけども、そういったものも生で食うよりも調理して食べた方が、まあ満腹度の概念と、それから喉の渇きっていう概念もあるので。そこはキャラクターのところで見れるってことですか。あそうですね、フード、ウォーター、キャラクターで見れます。なるほど、ね、で 25% おきに一応、うん、なんか警告が出る。キャラクターが、はい、キャラクターがうめいたり喉乾いたみたいな声を出します。なるほどね。声がうめきますね。これがセブンデイズトゥダイ。はい。なんかこれゾンビ近接攻撃きついですね。これきついですね。あの近接で攻撃が一発で倒せるような武器が持ってない限り、ほぼ近接攻撃は辛いと思う。絶対これダメージ食らいますね。これ距離感がすごく難しいので。これ TPS 支援はないんですよね、はい、ないっす、ないっす、ないっす。これあれですよね、なんかゾンビのダメージ与えた時のモーションというか、はい、あの頭を殴ると頭を抱えてよろめくみたいな、はいはい、そういうのがいいですね。あなんか今までのゾンビゲームにはあんまりなかったような。そうですね、あのただただこう歩いて向かってくるっていうイメージ、うん、そういう感じじゃないのが素敵ですね。もう一発、もう一発。おっといる、おっと敵がいる。ここに到着です。これが侍だ。確かに言いました。武士がすごいこっつい体してんなと思います。これからじゃあホーリーさんと共に、はい、やってこ、はい、セブンデイズトゥダイやっていきましょう。やってこということで、今回の動画はこの辺で、はい、ホーリーとシンジでした。ありがとうございます。